今回ですね、このアルコール自作のアルコールランプで、一晩、この1リットルのお湯を温めてデータを取ることにしました。この上に1リットルの水を置いてですね、時間を測っていきます。これまず最初20度ぐらいなんですけど、1時間で、まあ、50度ぐらいまで上がりました。で、間は分かんなかったんですけども、一晩経つと31度まで下がってしまいました。で、火はついてるんですけれども、炎が小さくなってるっていうのが観察できます。先ほどのようにですね、アルコールランプで火が時間とともに小さくなっていった現象が見られたんですけども、その理由についてちょっと考察したいと思います。最初はですね、火をつけた時には、ここにまでアルコールが入ってまして、液面がここら辺まであるんですね。で、アルコールランプっていうのはそもそも、毛細管現象でこの芯から、上がってくるので、重力に逆らって上がってくるので、まあ、この距離が長ければ長いほど、まあ、登んなきゃいけないから結構きついということが考えられます。なので、まあ、最初の火の量はこのぐらいだったとして、この状態では問題なかったとしてもですね、最終的に、アルコールのを消費して液面が低くなった時には、ここからここまで毛細管現象を使って持ち上げなければいけない。実際に持ち上がることは持ち上がるんですけれども、その持ち上がり方がですね、かなりこの部分に対する距離を比べるとかなり不利になってくるということがありますので、結局供給量が減ってきて、燃え続けることは燃え続けるんだけど炎は小さいと、こういった状況が、原因なのかなというふうに考えております。そこで、考えたのがですね、こういう状態ですね。つまりもともと液面の差を大きくしないように横の幅を広げてやると、広げてやりつつ、ここが液面が減った時にも、この距離が変わらないようにする。そこでですね、真っ先に思いついたのが、これアルコールランプじゃない方がいいんじゃないかっていうことなんですよね。つまり、形的にはすごく似てる燃料としてろうそくが考えられますけれども、ろうそくっていうのは、どんどん小さくなっていっても火が小さくなるわけじゃないじゃないですか。それはつまり何かっていうと、どんどん短くなった時に芯も一緒に燃えてくれるので、液面とこの炎の距離っていうのが常に一定になると、そういった構造をしているんですね、ろうそくっていうのは。なので、ろうそくを燃料に使ってやれば、実際にこれが下がってきて、温めたいものとの距離は少し長くなってしまうっていうことは考えられるんですけれども、火の火力は一定になるんじゃないか。ただ、ろうそくは小さいの、火が1個が小さいので、この数を稼いでやればいいじゃないかっていうような考え方で、ろうそくをですね、ちょっと試すことにしました。早速 Amazon で買いました。これ50個で2000円しないぐらいですね。安いです。4つ入りました。中はこんな感じですね。かなり綺麗ですね、明るくて。これを入れて、これ1個8時間燃えるって書いてあるので、一晩持つはずです。で、これで、一晩ね、やってみました。おやすみなさい。これは、最初は11度ですね。これ途中でデータがなくなっちゃったんですけど、まあ、6時半ですね、結構時間経ってもちょうど36度ぐらいをキープしています。朝までこれ実は私寝たんですよ、この外で一晩。自分が作ったってですね、思い入れを差し引いても十分あったかいシステムだったと思います。今回5回ぐらいのシリーズになったかと思うんですけれども、私がイメージして作ったこのポータブル床暖房システムですね、これが一応完成しました。で、燃焼の方に関しては4つのろうそくで8時間
維持させながらこの温度をキープできましたし、これを USB のポンプでぐるぐる回せるので、コンセントのような熱あの電源が必要ないということになります。ということで、今回の実験は大成功ということになります。以上です。お疲れ様でした。